たっくん。いや、マジで何があった？家出なんて。クソ親父に難癖つけられた。ごめん。あと、もうちょっと、我慢しようと思ってたのに。我慢って。たっくん、好き。で、北高の美穂ちゃん、超可愛くてさ。フォロワー10万超えてるらしいね。有名人じゃん。陽キャって女の話ばっかだよな。男子校だからね。あいつらも飢えてるんだよ。彼女とかは高望みだけど、せめて女子と会話くらいしときたい。お前ら女の連絡先いくつ持ってる？1、2、3。おい、いるじゃねえか。母親、妹、妹。俺も母さんだけだよ。お前は？母親と、一応幼馴染み。は？いや、一応登録はしてるけど、ギャルになっちゃって疎遠だから。そっか、ギャルか。ギャル？幼馴染みがギャルってマジふざけんな。エロすぎだろ。おっぱいもんだ？なあ、もんだ？俺みたいな奴がギャルの父揉めるわけないだろ。それもそうか。俺にはギャルの幼馴染みがいる。友人たちに言った通り、一時は疎遠になっていたが、今の関係性はちょっと複雑である。あ、おお、かえり。ただいま。帰宅部にしてはいつも帰り遅くない？うちは毎日7限まであるから。マジで？新学校キモー。じゃあ今日もよろしくお願いします。今日は数学から。この式はまず、彼女は俺と同じ受験生で、授業料免除を勝ち取らないと進学を許されない家庭環境にある。その点においては俺なんかよりもずっとシビアで、なんていうかすごく頑張ってる。あのさ、なんで俺だったの？は？勉強。だって急に自力で大学行けって言われても、塾行くお金ないし、バイトしてたら時間足りないし。たっくん昔から勉強できたから教えてもらおうって。大したことないよ、俺なんて。逆になんで無茶なお願い聞いてくれるの？え？たっくんだって自分の勉強で忙しいっしょ。別にそれは。教えるのっていい勉強になるんだよ。最近はいろんな制度ができているから、家庭が経済的に苦しくても大学に行けないなんてことはない。あるとしたら家庭の事情ではなく親の意向だ。頑張る彼女の姿は俺にとっても刺激になるのだが、別の刺激も大変強い。おっぱい揉んだ？いや、揉めるわけねえだろ。ねえ。はい。なんか間違ってるかな、これ。いや、その公式使う感じで問題ない。めっちゃ見てくるじゃん。まあ、ちゃんとできてるかなって。できてるかなって思いながらどこ見てたの？いや、幼馴染をそういう目で見るんじゃない。うりゃ、次からボタン閉めよう。そんな感じで
俺は彼女の父を揉めるはずもなく、夏が過ぎ、秋も去り、そして冬。やったー！彼女は見事、小学生入試に合格した。次は、俺の番だな。反応早っ！たっくん。いや、マジで何があった？家出なんて。クソ親父に難癖つけられた。学費がどうなろうが関係ない。卒業したら、すぐ働いて家に金入れろって。なんだその。ごめん。なんで夢が謝…来ちゃったから。あと、もうちょっと、我慢しようと思ってたのに。我慢って…たっくん。好き。マジ？うん。好き。俺も。明日、早いんだっけ？どうせいつも深夜まで寝つけないから。夢の親はうちの親が説得し、いろいろ条件はついたけど進学は許された。俺のホテルに夢がお泊まりしたことはなんとなくバレていたが、なんか許された。ねえねえ、まあ本当。ん？受かったのでよかったです。